近藤康雄天正16年3月12日は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。近藤忠雄の子。通称、勘助、平衛門、岩見守る。はじめはためよう。全行と行した。静岡県浜松市北区今佐町流部下寺の墓所。永翔16年、近藤忠雄の子として誕生。関政府では、署名は、 信用と記されているが、同時代資料による裏付けはなく、官営伝にも、その記載がないため信頼性が低い。一方、高野山平等院にある、三州加減名町には、a 6十2年9月に、三河坂入の近藤地からの依頼によって、逆宿用を受けている、竹部溜名用は、当時の売上の上司と推定され、三州加減名町に記された、宇とし上司の竹部氏と、 関永殿のうと市城主近藤氏の系譜に共通点があることから、近藤氏イコール竹部氏であり、異様は、徳川家康の変記を受けて解明する以前の近藤、安氏用の署名であったと見られている。父と共に今川氏に従っていたため、治療221巻分を安堵されていた。今川氏の両国支配力に不安が見え始めた、桶狭間の戦い以降も、同僚の鈴木重勝に同調。 今川氏の参加でいることを継続した。やがて、三河国の徳川家康がとうとうう海国を伺うようになると、その怪獣工作によって今川氏を離反。禄十一年末からの家康による演習、攻め入りでは、この収容を従軍させていた。老齢である上、長年の戦働きによる負傷で、歩行困難となっていたためである。天正年、 平居先のいい何で死去。72歳と伝わる。ありがとうございます。